嘘だろ。出るとしよう。みんな、よっと、逃げたりしねえぞ。相手になるよ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。おい、ここが食堂だとでも思ったのか。兵士になる気がないなら今からでも開拓しに戻れ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓しに移ってもらう。すぐに準備にかかれ。立体機動術の基本、移動からだ。よっと。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い。何をちんたらしている。よっと。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。一度くらいは誰にでもできる。もう一度攻撃してみろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。貴様は次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては
攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。はい、旧大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは、始め。俺が先に目標を見つけたら、横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。はっ、よし。成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員、引き続き励め。よっと。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。
技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。それまで。さて結果は、ライナー・ブラウン、お前が1位だ。さすがだねライナー。よし、これなら成績上位にはいけそうだな。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。やってやる。貴様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張ってるつもりなんだけどな。こんな状態で私たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間を見習う？確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。兵士を鍛えんとな。
よ。元気怪我とかしてない？急いだりしねえぞ。くそ。こんにちは。はあ、お腹が減りました。やりますね。おい、そこの、さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか？そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。いいってことよ、気にすんな。俺はハンネス、一応駐屯兵団の隊長をやってるもんだ。お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン・イエーガーとか知ってるか？そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば104期にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか？あいつらも肉親をなくしててな、今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。